はいということで今回は足澤洋さんの許されようとは思いませんという本をですね紹介してみたいと思いますまずこの表紙見てくださいあとタイトルに注目してほしいんですけども、えー、自分がですねまず本屋さんに行ってこの本を見た時に、えー、怖すぎると思いましたねタイトルが許されようとは思いませんみたいなその何て言うんですかね喋ってるようなタイトルですごく引き があってですね。気づいたらあのレジの前に並んでたんですけども、あの読んだ後に知ったんですよね。これ、あの芦沢洋さんの作品って全部こんなようになってて、その火のないところに煙はとか悪いものが来ませんように。とかなんかもうすごく独特だなと思いました。だからもう下手すればですね。あの、もっとビビリだったら手に取ってなかったかもしれません。それがなんか、まあおぞましい感じのオーラがする表紙になってます。そしてですね。この本のストーリーを紹介させてください。実はですね。あの5編の短編集になってますえ、5個ね作品があるんですね一つ一つあの簡単に言います。 まず一つ目目撃者はいなかったの話はですねある仕事のできない人がですね発注ミスをしてしまうんですけどそこからですね始まる嘘のストーリーですねそして「ありがとうばバーバーあば」は孫に真冬のバルコニーに閉じ込められてどうして私は閉じ込められてるんだろうと回想するシーンのお話そして「絵の中の男」っていうのはですねあの鑑定士のもとに持ち込まれた絵の話なんですけどもこれ面白いのがこの鑑定士がずっと一人で昔話をする。 だけなんですよ一つの作品ずっとなんか会話してるようになるってすごく不思議な感覚のお話ででですね自分がめちゃくちゃお勧めしたいのがこの4つ目の姉のようにです簡単に言うとですねあの、まあ、完璧だと思っていた姉が、まあ、ある、ね、事件を起こしてから狂ってしまう妹のお話なんですけどもこれがすごい今からこっち側でも話しますから次に行きます、えー、最後のやつが「許されようとは思えません」というこの態度のやつなんですね。 これがです、ねまあ、ある村に引っ越してきた女性が受ける、まあ、いわゆる村八部の、まあ、すごくし、えー、悲惨なお話ですね。えー、どれもです、ね、あの人間の心の闇につけ込んだ感じで、えー、ゾッとするお、えー、話が並んでます。そしてです、ねえー、どうしてもピックアップしたいキーワードがあるのでちょっとお伝えさせてください。それがですねこの姉のようにで現れる偏見です。偏見皆さんどうですすかねね自自分分には偏見がないと思思っっててままよもした もう偏見がもう全然ないような人間だと思ったんですけどこの「姉のように」の作品を読んでですねもう自分は、えー、自分が信じられなくなりましたね、えー、そういうふうな,なんか人間が潜在的に持つ偏見に、えー、関するお話なので是非ですねそれを意識して読んでみてください絶対に考え方が変わりますそしてですねこの本のポイント最後にお話しさせてください何、えー、と言ってもですね自分は「印象」っていうキーワードがあるかなと思いますどういうことかっていうとですねあの 簡単に言うと、どれもですね、あの、寝る前に読むには向いてないんですよ。自分はですね、あの、本をよく寝る前に読んじゃうので、えー、何が、えー、起こってしまったかというとですね、全部怖すぎて、全部、あの、一日一つ読んだんですけども、夢に出てきました。あの、もう全然お勧めできないです。だから心が元気な時の、えー、通勤前とか、お昼ご飯食べた後のちょっとの時間とかで読むことを個人的にはお勧めします。ということでですね、 ここまで話を聞いたらぜひですねますまさかコメントせずに動画立ち去ろうとは思えませんよね。